when no one ever ever could come close. Look around, but I can't see. That is usually just how it goes. Brought a new horizon. Open up a door to some. はい、皆さんこんにちは、ヒロと申します。本日の動画はですね、先週末のですね、シュプリーム 2020FW、ウィーク2で購入したものがですね、届きましたので、めちゃくちゃでかいし重いんですけど、今日はですね、こちらをレビューしていきたいと思います。でですね、こちらの中身がですね、ちょっと開けていきますね。まずは、定番のステッカーですね、こちら2枚入ってました。で、中身が、はい、ではこちらになります。メタルフォールディングチェアですね、パイプ椅子ですね。見えますかね、こんな感じで肩を押してシュプリームと入ってますね。今回ご紹介するのが、こちらになります。先日のですね、オンラインチャレンジをご覧いただいた方はですね、もうすでにお分かりかと思うんですけれども、オンライン開始のですね、11時に一発目に、これに購入しに行ってカートに入れて単品決済したんですけども、意外とですね、あっさり購入できた、アイテムになります。価格もですね、7700円と結構安くてですね、店舗にですね、並びに行かれた方はですね、色違いの赤ですね、で、2色買いで買われた方も多いんではないでしょうか。で、これですね、軽いと、僕は思ってたんですけれども、で、荷物届いて、持ってみたら意外と重たかったです。なので店舗でですね、色違いでですね、買われた方はですね、2脚ですね、持って帰らなきゃいけないので、車でですね、店舗近くまで来た方はいいと思うんですけれども、電車で帰るとかになってくると結構しんどいと思います。オンラインで買えてよかった。で、あとですね、このウィーク2のですね、シュプリーム名古屋店はですね、トータルで大体朝の時点で250名ぐらいですね、並びができていたみたいで、お店のですね、界隈を周辺ですね、一周回っちゃうんじゃないかなっていうぐらい結構並んだそうです。さらにですね、東京の原宿なんかでは450人から500人ぐらいですかね、並びができてたみたいなんで、結局ですね、コラボ発売となるとやっぱり5位になってしまうので、密になっちゃいますし、コラボ集はですね、全てやっぱり事前抽選にした方がいいんじゃないかなっていうふうに、ツイッターとかですね、インスタ見てて、思いました。はい、ではですね、早速ちょっといろいろ見ていきたいと思います。今回はですね、ちょっとでかいのでカメラをですね、ちょっと持ってディティールなんかをですね、見ていきたいと思います。はい、それではですね、いろいろと見ていきたいと思います。まずですね、素材なんですけれども、画像だとちょっとプラスチックっぽい感じなのかなっていうふうに思っていたんですけれども、実際ですね、鉄板ですね。基本的にスチールっていう形になるので、こう硬いですね。こうやって音聞いてもらうと分かると思うんですけども、スチールでできてますね。ここがあの画像だと、ちょっとプラスチックなのかな、この座面もそうなんですけどかなと思ったんですけども、意外にしっかりしてました。想像していたですね、ちょっとパイプ椅子とちょっと全然違いました。もちろんいい意味なんですけど、でカラーもですね、赤だとですね、このツヤ感ですね、ここの部分と、ここの部分がちょっとツヤがあるような感じに見えたんですけれども、多分実際ツヤが少しあるような感じに見えると思うんですけども、この黒に関しましてはマットになってます。ツヤのないマット素材で、結構ザラザラしてる感じですね。ツルツルというよりかは、ザラザラしてる感じになります。全体的にこうパッと見ると、結構重厚感があってですね、非常にかっこいいかなっていうふうに思います。実際ですね、こう実物見るとめっちゃかっこいいですね。これを変えてすごく良かったかなっていうふうに思っています。で、いろいろですね、他の買われた方のレビューとかも拝見したりしたんですけれども、結構ですね、元の初めの段階でこう、運ぶ、要するに輸送の段階ですね。で、結構もうこの裸で積み重なってるみたいで、傷がありますよみたいな感じで、店員さんに言われたりとかしたみたいなんですけれども、幸いですね、僕が買った、これに関しては傷ですね、目立ったような傷は、特にないですね。こう色が剥げちゃってるとかっていうのがないので、ここが、ちょっとこれは何なんだろうな、ここぐらいかな、これぐらいしかパッと見た感じはなかったですね。座る面とかも特になかったですし、
かっこいいですね。でもこう見ると、で実際ですね、この座った面と床とのこの高さっていうのが46センチになります。まあ、なので、まあ、例えばリビングとかですね、まあ、食卓にある椅子よりもちょっと高いかなっていうぐらいですね。あの全然支障はないぐらいの高さですね。まあ、座り心地はですね、座ってみると、まあ座ってみると、まあ硬いですね。まあでも高さこの46センチだと、まあでもちょうどいいぐらいですね。まあ低すぎず高すぎずっていう感じです。いいですね。まあ軽く座るぐらいな感じだったらいいかなっていう。まあマットなんでやっぱちょっとこのザラザラした感じがありますけどね。まあでもいいと思います。全然これをですね、でも買って、まあ想像以上にかっこよかったんで、まあすごく満足してます。椅子はですね、まあ、僕がいつも使っているこのディレクターズチェアですね。まあこちらと、まあ今回買ったパイプ椅子ですね。うん、いい感じです。まあシュプリームですね、まあこういった大物のアクセサリーが発売される時はですね、まあ大体赤と黒っていう形が多いじゃないですか。基本的にまあシュプリームだと赤っていう風にイメージなんですけども、まあ個人的にはまあ黒がまあ好きなので、大物のアクセ関係は黒を買うようにはしております。ではですね、今回のですねパイプ椅子の軽いレビューはこんな感じになります。はい、いかがでしたでしょうか。こいつのですね使い道なんですけれども、まあ、個人的にはインテリアとして飾るか、あとはですね、まあ、リビングにあるパソコンのデスクのチェアですねに使っていきたいと思います。想像以上にですね、まあ、届いて開けてみたらかっこいいアイテムだったので、まあ、非常にあの満足してます。最後にですね、今週末のですねシュプリーム 2020FW ウィーク3ですねになるんですけれども、まあ、今週ですね、本当まあ何が来るかっていうのがすごい楽しみなんですけれども、今ですね、今撮ってる段階火曜日になるんですけれども、今決まってるコラボでは、コスメブランドのですねパッドマクグラスとのコラボになりまして、プレビューとかでもですね上がっていたんですけれども、限定のですねリップスティックですねが発売されるようです。そうですね、パッド・マクグラスっていう方なんですけれども、世界でもですね、まあ、最もですね、まあ、影響力のある、メイクアップアーティストとして、ファッション業界でもですね、まあ、かなり、名の知れた、方だそうです。気になる方はですね、ぜひチェックしてみてください。まあ、他にもですね、まあ、今週はですね多分コラボが来るんじゃないかなっていうふうに思っているので、そちらもですね、まあ、引き続きチェックしていきたいと思います。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'ma flick her.